こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。サッカークラブ育成シミュレーション、カルチョビット R をやっていきたいと思います。はい、というわけで、前回、勝ちまして、最下位を脱出できましたクラワンカリバーズ。今回は、下関フォーチューン4位のチームと戦うことになりました。で、ですね、新たに一人の選手を、得ることができました。それがですね、この選手かな？そうだな、25番、さつき選手。城南滝雄に行った選手で、ゴールも結構決めてます。で、城南滝雄にどうも飽き飽きしてたみたいで、誘いをかけると、すんなり乗ってくれました。ゴロもアシストも決めてくれるんで、育てて、ストライカーにしたいと思います。あとですね、そうだ、忘れてた、一人の、浜田が長らく、ディフェンダーとして頑張ってくれたんですが、浜田を手放しました。浜田、今、イーダビスタに今おります。まあ、ポスイーパーということで、育ててしまって手渡してしまったので、これがどう響いていくかですよね。順位はご覧の通り、最下位から脱出して3位差を広げております。さあ、試合です。ちょっとイエローカードが溜まってきてるんで、そこら辺ですよね、気になるのが。お、くるみちょっと戻ってきてる、やっぱり。2歩とか入れてたけど戻しましょう。2歩悪くないんですけど、彩香も結構育ててきたし、美穂はちょっと鬼丸を代わりかなに入れときましょう。7子はちょっと疲れてきてるんで今回は出しません。廣岡をキーパーですね。ひよたが代わりに、さつきを起用かな。緑もいいんですけど、これを最後の方に出したいかなと思います。藤原か、福山の代わり、ああ、でも藤原も疲れてんだ。エスミはちょっとな、疲労が。窓か入れるか。深沢を入れて窓かを真ん中に置こう。そしてですね、誰を警戒するか、ワントップなんで。これは絶対警戒しないといけません。あとはそれほどでもないかな。レオハート入れとこう。さあ、試合開始です。今回、
グランドということで、トトは、こちらの方が、勝つんじゃないかなと言われてます。このゲーム、ホームの優位性ってあるんでしょうかね。ただ選手というかサポーターが応援してるだけのような気も。さあ、試合開始ですが、ここで選手がコッとボケてるんですよね。ん？これ攻撃側か。あ、うまい。あーと、惜しいか。まあ、クリーネ、キーパークリーネもうまく反応してますね。さし、青、拾うか、ナイスセーブ。多分、超えてた、入ってたと思います。反則か。くるみ。おっと、ふわっと上げたが、これは、直接言えた方がいいかな。誰だろう、あやか。さあ、センタリングは鍵になる。直接シュート、いった。深沢が拾う。拾いが上手いですね。おっと、すごいな、深沢。でもよく頑張りました。これは、月ナイスセーブ。おっと、さあ、これでコーナーキック拾いました。押してますよ。惜しい、裏か。いい試合できてますね、この試合。なんせボールを拾ってるっていうのが結構大きい。あ、ちょっとここ気をつけないといけません。でも、マーク来てますね、夏希。それから深沢。メガ口、さらにワンツー。くるみ！先取点！お、ナイスシュート！かなり体力は消耗しがちなんですけど、格上相手に決めてくれました。ちょっと今どうなってるかっていうと、彩香がちょっと疲れてきてますね。ちょっとやばい。あっと、彩香がナイスカバー。おっと、突っ込んできた。これは取られる。うん、レオハートをマークしてるっていうのは結構ポイントですね。相手をちょっといやらしい攻撃。ここは気をつけないといけない。おっと、また反則だ。相手のチームも結構焦りが見え出してきてるのかな。さっとチャンス、あー残念。前半終了、1対0です。彩香がちょっと疲れてきてますね。菊池に素直に変えましょう。一方、さつきも疲れてきてます。ここ緑で、行きたいと思います。ここまでよくやりました。決定力を上げたいですね。拾いに行きません。さ、千歳基本的に拾ってパス回ししてっていうことで。お、抜けた。くるみチャンス、2点目。素晴らしい。うまくタスでパス、縦でパスを出して、あの攻撃がつながってますね。裏川、菊池が上げるのかな。菊池が上げて、くるみ、お見事です。さあ、下関も攻撃的布陣を取ってみました。これはノーホイッスル、助かりました。くるみ、夏希、あー残念。夏希は突っ込んできたんですけどね。さあ、くるみが、これもノーホイッスル。おー、取られました。
結構アグレッシブですね、イエローを持ってんのに。あっと、これは1点差に追いつかれた、迫られている。動いてるんですよ途中が。これはうまかった、一人なんですけどね。さあ誰に交代すればいいかな。どれも似たようなもんなんで、羽生田を投入しましょう。川口窓か、窓かをに変えて羽生田。さあこれでイエローカード選手を相当投入してまいりました。これが吉と出るか凶と出るか。と場所変わってもいいかもしれないですね。入打が、ポジションを入れ替えました。さあ比江島攻め合えているぞ。お、夏木、あー捉えてしまう。ちょっと押され始めましたよね。ただ富田も疲れてきてる。板倉が結構すごい。ただ救われました。板倉か。さあ地頭戦、あっとこれはファールだ。おっと、今泉がイエローカードです。さあこれでキーパー打って、すぐに追っかけていく。やいだ、すごいスピードある。おっとパンチングしてしまった。キャッチできればよかったんだが。さあ羽生田、さらに廣岡、あとちょっと時間はほとんどないが、さあ時間を見ている。おっと、いました、勝ちました。ふわっと上げるシュートだったんですが、これはちょっと硬かったですね、相手が。さあ再三チャンスは続いて、いい流れを作っていきます。そして前半29分、深澤がくるみ、このワンツーからくるみ渡して、そこですね、縦の。さあ後半、菊池のロングの縦パス、センターラインを越えたところからのあれですかね。さあ下関フォーチューンも、とちおが、そしてちょっと押される展開が続きます。ここでなんとかパンチング、アダミッチがあれだけど、これは抑えました。シュートの回数枠内と上回ってますね。ボール支配率は 50% ずつ、かつ相手の下関の方に、イエローカードを1つ与えました。相手もファールで結構焦ってましたよね。さあこれで下関フォーチューンとが4位だったんですけど、入れ替わって6位、まあ差のない6位なんですよね、3位からは。なのでもしかしたら真ん中の順位を狙える可能性も出てきました。しかも6勝7敗なので、借金1まで減りましたね。本当に勝てるようになってきた。
満足できないって言ってますね。俺が満足してさせてやるぜというのはまあ冗談なんですけど、女子選手はいないな。この辺の安い女子選手拾ってっていうのが一番ベストなんですけど、女子選手は大概高くつく可能性はあるんですよね。経営状況です。まだまだ残高残ってますね。移籍期限まであと4週、もう一人やっぱり補強はしたいんですけどね。というわけでまた4位とやりますね。富山ミラージュを、富山ミラージュって実績的にはどうだったかな。あー、同点と完敗ですね。そして日程です。この試合が終われば一戦休息を図ります。そして岡山ピーターローズが終わった後でまた一戦休息を挟んで5連戦。その5連戦のうちは一戦がトップロード成田とものジャパンカップですね。はい。というわけで、良くなってきましたよ、本当に。6勝7敗まで行きましたからね。もう、最下位のピンチっていうところまではかなり、好転してきました。最下位と比べても、勝ち点、8あるんで、まだ2試合分以上の余裕はあります。なので、今18節で、最終が28節なんで、ちょっとは楽になってきたのかなと思います。まあ、油断せずに行きたいと思います。はい、見ていただきましてありがとうございました。はい、ゲーム動画で行こうではチャンネル登録、ぜひやってほしいと思っております。もし見ていただいた方、まだチャンネル登録してないよと、いうことでしたら、ぜひチャンネル登録のご協力よろしくお願いいたします。ブログやツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しております。よろしければ見てください。最後の20秒に流します関連動画プレイリストの方もよろしければアクセスお願いいたします。カルチョビットアーンの試合を、お送りいたしました。ゲーム動画でいこうでした。